アフガニスタンのスポーツは、アフガンスポーツ連盟によって運営されており、クリケットやサッカー、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール、陸上競技、ボーリング、チスなどが行われている。特に、クリケットとサッカーに人気がある。最も人気のあるスポーツである。2018年に2020方式の国内リーグである、アフガニスタンプレミアリーグが開始された。 ほとんどのスポーツが禁止されていた、タリバーン政権下において、国内人気の高いクリケットは2000年に、例外的に禁止措置を解除されたスポーツであった。クリケットアフガニスタン代表は2001年に、結成され、2009年クリケットワールドカップ予選や2010年、ワールドクリケットリーグディビジョン1に出場した。国内レベルでは、修道士で試合をしている。 サッカー代表チームは1922年に、サッカー協会は1933年に設立され、1948年、国際サッカー連盟に、1954年にはアジアサッカー連盟に加盟した。1984年から2003年までは、アフガニスタン紛争のため国際大会に、出場していなかった。サッカーアフガニスタン女子代表は2007年に、 設立された。アマーヌ・ラーハーンの時代に建設された国立競技場はかつてタリバン政府において公開処刑に使用された。スタジアムは現在主にサッカーで使用されて近隣諸国とだけでなく修道士の試合でも用いられている。バレーボールは人気の高いスポーツである。2010年国内北西部で車を使った自爆テロが発生し30人が死亡。 52人が負傷した。2014年11月23日、南東部のパクティカ州でバレーボールの試合中、観客席で自爆テロが行われ、少なくとも45人が死亡、60人が負傷した。2012年10月30日、国内初のプロボクシング工業が世界ボクシング機構主催で開催され、ハミドラヒミが TKO 勝利を飾った。 アフガニスタンは2011年現在、夏季大会で12大会に出場。冬季大会には一度も出場していない。冬季大会出場を目指す二人の男性が冬季には、スキーツアーが行われているバーミヤーンを拠点に練習しており、外国人ジャーナリストやスキー会社の支援を受けさんも、リッツで遠征練習を重ね、2022年北京オリンピックを目指している。アフガニスタンや、 他の中央アジアの国で盛んな伝統スポーツに難しがある。ありがとうございます。